じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、ここに来て外国人選手の動きがなんだよお前なんでこうなっちゃうの。外国人はやっぱ私もそうなんですけど、ジェスチャーがどうしても出てしまうんですよね。俺もそうなの実は外国人ですね、はいはい、外国人の動きが活発になってきました、はいはい、そうだね、まあ、国内だけでもそうですけど、助っ人外国人続々と取りましたという、まあ大きいからな、活躍してくれるとな。そうですよね。で中でも、はい、阪神岡田監督、はいが、はい、もうなんかにんまりとなってきています、はいはいはい、なぜならば外国人選手を、まあ、獲得したと。2人な。そうなんです、うん、で1人もあの獲得を表立って表明しているのがミエセス選手です、うん、ミエセス選手は、ドミニカ出身、はい、であの去年の東京オリンピックで、うん、韓国戦で、オスマン、はい、投手からもホームラン打ちましたし、はいはい、うん、そのミエセス選手をもう獲得表明しました。ちょっと荒っぽい感じはするよね。もう映像をご覧になりましたか、うん、はい、荒っぽい感じはするし、はい、ちょっと広角に打つっていうのは引っ張り専門というね、うん、まあ、そんな感じはするんだけど、はい、でも引っ張り専門って悪いことではなくて、はい、引っ張るポイントをしっかり持ってるっていうことだよね。逆に広角に打つっていうのはポイントがずれたりとかいろいろしてくるんだけども、はい、それしかできないっていうことは、まあ、ポイントがずれないということ、うん、でも難点といえばやっぱ同じボールに同じようなボンダをしてしまう、まあ、そういう欠点があるんだけども、はい、でもパワーは一級品だな。あの見ててもね、そういう気がします、うん、体もでかいしね、厚みがあるし、はい、だから体も動くし、まだ、はい、まだ28歳とかですね。そうだね、だから、うん、外のボールも引っ張るんだよね、はい、割とパワーを持って、うん、だからその変化球攻めにあった時にどうなんだろうなっていうところはあるけども、はい、まあでも動けるっていうのがさ、まずやっぱ動けないっていうのが一番困るんだよね。そうですよね、うん、塁に出ても、はい、なんか渋滞を起こしたような選手っていうのは困るんだけど、やっぱこう足も使えそうだし、まあ、パワーもあるし、うん、っていうところだけど荒削りだなっていうところは見れるね、うんうん、でメジャー経験は実はないんですよ。まあマイナー経験だけになるんですけど、うん、マイナー通算で793試合出場で打率2割4分3厘で140本塁打427打点と、まあ、マイナーでしょ。そうです、ね、マイナーで2割4分っていうことは、はい、やっぱ相当ボール球に手を出してるっていうことが想像できるよね、うん、だからこの日本の精度のいいピッチャーに対して通用するかなっていうところはあるけども、はい、ちょっと様子を見るんじゃないの、主戦ということでは俺はないと思うよ。日本の野球に対応できるような選手であるかどうかっていうのはまず見ないとね、まあ、そうですね。これはやっぱ取るときにいいと思っても対応できなかったらいけないし、はい、でもああどうかなって思ってるのが意外と対応したりだとかさ、うん、いろんなケースがあるから、はい、まず主戦ということではない、レギュラーとしてはあんまり考えてないと思うけどね、うん、ハマってくれたらやっぱ、ああそうだね、いいなっていうところですよ ね、 そうだね、うん、ハマってくれたらホームランは結構甲子園球場でも、はい、まあ、引っ張ることが上手い選手だから、うん、結構な本数は打ってくれると思うよ。楽しみですね、まあ、ハマってくれたらっていうところで言うと、そうだね、はい、だから岡田監督の頭の中でも2割5分で、うん、まあ、言えばよ、はい、使って、まあ、1シーズンフルに使って、まあ、2割5分でもいいから30発ぐらい打ってくれたらいいなっていうふうに、うん、25本から30発ね、はい、打ってくれればいいなと思うんであれば、まあ、すごくいい外国人を、可能性のある外国人を取ったなっていうような気がするよね。おで、その岡田監督がメインで獲得したよと言った、うん、はいはい、おっしゃったのが12月10日ラジオに出演された際に岡田監督が話されていたんですけれども、はい、シェルドン・ノイジー、はい、内野手なんですけれども外野で取ったっていうふうにおっしゃってた、うん、このノイジー選手です、はい、この選手が、まあ、メインと、まあ、それはメジャー経験あるしね、はい、まあ、ワンランクレベルの高いところでやってるわけだから、はい、まあ、日本の野球にも順応してくるだろうし対応してくるだろうね、はい、うん、でこの2人は多分同時には使わないと思いますと、はいはい、でポジション的にもということで、はい、1つで今考えているのはレフトに外国人を持ってくる、うん、ここはもうあるそうなんですけど、まあそうだね、はい、うん、まあ、森下も入ってるしね、はい、まあ、その森下がおそらくライトのポジションで争うのかなっていうね、はい、誰かとね、
で大山と佐藤っていうのは内野1、3塁で使おうとしてるから、はい、空いてるのはレフトだよね、はい、この選手は、はい、まず特徴的には賢い選手かなと思うよね。あのいろんな対応をしてる、向こうでも、はい、で広角にも打てるし、まあ、さっき言ったのはいやいいんだよ引っ張りでもポイントが一つしっかり持っとけばって、この選手はやっぱちょっと器用だね、ノイジー選手は、うん、はい、だからこのピッチャーは右打った方がいいなとか、はい、いろいろ分かってるよね多分。で変則でパッと投げられた時でも、はい、バットパーンと出せる、そのぐらいのセンスも持ってるし、うん、非常に順応性が高い外国人かなっていうふうに思うね。あと映像でなんか岡田監督が映像を見てその右方向へうまく打ってたっておっしゃって、それもやっぱ映像で右方向っていうのも、まあそうだね、はい、あのね引っ張り一本ではさやっぱちょっと苦しくなってくるよね、うん、でホームランを打つにしてもある程度こう餌巻きっていうかさ、はい、右も打てるよって、うん、いやこいつ右も打てるかみたいな、うん、じゃあこっち攻めてみよう、あ攻め損なったらホームランとか、はい、こういうバッターが一番嫌でしょ、はい、そういう可能性を持ってる選手だよ、はい、だから右方向に岡田監督が打てるって、はい、やっぱり餌巻きもしないといけないし、はい、大事なところで外行っていやホームランだけは避けたい、じゃあ外行こうか、はい、いやこれがヒットになっちゃうんだよなあいつっていうような、はい、そんな外国人だよ。で割と、順応性も高いし、はい、日本のピッチャーでも対応してくるような感じの器用さを持ってるね。だからタイミングの取り方も、はい、合わなかったらパッパッと自分でタイミングを取り直したりとかしてる映像もあるんだよね。相当なセンスはあるのかなっていうような感じがするよ。そうです、だからやっぱり岡田監督もどっちかっていうとこのノイジー選手をメインで獲得とか考えてたっていうことなんですかね。いや、 やっぱりさ、格からしたらさ、はい、やっぱメジャーでやってる選手とマイナーでやってる選手、はい、いくらその同期に同じ入団でも、はい、やっぱりある程度立ててあげないとね、うんうん、それはやっぱ面白くないことだし、はい、でもメジャーで やってるだけのものはあるよ、はい、やっぱり。でミエセス選手が27歳でノージー選手が28歳、まあいいよね。いやいや、この足もね、結構一生懸命走ってるし、はい、だから非常に好感の持てるサンズに近いようなそんな選手かなっていうような感じがするよね。そのまあイメージ的に、イメージ的にはね、だからある程度勝負強さも、はい、あるし、何でもかんでもホームランじゃなくて、はい、やっぱこうランナーを置いた時にはコンパクトに打点を稼ぎに来るとか、はい、そういうことができる選手かなっていうふうに思うよね。確かにそう、あの2005年にセリーグ制覇に貢献したアンディ・シーツ氏と理想像を重ねていて、ああいうつなぎの方が甲子園には向いてると、うん、だからやっぱりその場その場に合わせてつないでいったりとか。そうだね、でもシーツよりはパワーあると思う。両方兼ね揃えてるんですね。だから右打ちができるっていう時点で、はい、やっぱもう一つ合格だよね。それとやっぱりここツーアウトランナーなしホームラン狙ってもいい、うん、ホームラン狙う、うん、いやここはツーアウト満塁ホームランなんかいらない、うん、で8回ね1点負けてるみたいな、はい、それは確実に逆転を狙いに来るとかさ、うん、ヒットでね、はい、だからそういうタイプのバッターだよね。じゃあもう阪神のいわゆるその打線に厚みが出るというか、よりいや厚みは出ると思う。いや、まあ、額面通り活躍してくれたらね、予想通りに活躍してくれると、はい、それはやっぱり嫌なバッターだよ。佐藤とか大山とかが行ってダメで、なんか追払いみたいな、はい、全部ねやってくれるみたいな、はい、あとはもうお前たちねまだ若いヤングボーイねみたいな感じでパンってやってくれるみたいな、うん、まあそんな感じのバッターな感じがする。うん、まあ、阪神はね、あの今シーズン、まあ、外国人選手がいなくなってバッターとそうだ、ね、はい、ごそっといなくなったので、まあ、その分ね取ってまたパワーのある選手だったら、まあ、そうだな、ね、まあ、甲子園でねなかなかね大量点を取ったりだとか、はい、ボンボン花火を打ち上げるとか、うん、そういう試合というのはなかなかならないからね、はい、だからでも外国人そのパワーを秘めてるバッターが打線にいるっていうことは、まあ、すごく嫌な打線になってくるよね。まあ、足は申し分ないから、はい、やっぱ近本中野とか佐藤も走れるしね、はい、でダイソーもいっぱい抱えてるし、うん、それ考えるとスピードはあるんだよね、うん、あとはやっぱこういかに勝負強いバッティングをしてくれる、まあ、ホームランを打てるバッターがいる、はい、まあ、ここなんだよね、うん、
だからこれ1枚加わるっていうのはやっぱ大山佐藤この、まあ、どっちかね、はい、ノイジーミエセス、うん、まあノイジーだと思うけど、はい、ノイジーがやってくれるとこれは相当嫌な打線になるよ。だから梅ちゃんだってレギュラーで使うって言われてて、はい、まあ、やる気になってるし、うん、あ梅ちゃんが本気になったらやっぱり結構打つと思うしね、はい、だから非常に嫌だよね。そうですね、相手チームからしたら。いや嫌だな、なんか打線に厚みが出たね、それ考えただけで。そうですね、ノイジーだけで。ノイジーだけの、何ですかノイジー。ノイジーはすごいと思う。ノイジーはやってくれます。いやノイジーが額面通り働いたら厄介な打線を作るようになるね。そうですね、まあ、ちょっとねそのあたり、まあ、どういった働きをしてくれるのか、まあ、阪神ファンはもう嬉しいですよきっと、うんうん、あと守備だな、まあ、28歳ということなんで、うん、はい、まあ、まだ足はね結構あの使えると思うけども、まあ守備力な、はい、まあ、ここは問題になってくるけども、レフトの、はい、だけどまあまあそこそこやるでしょう。バッティングであれだけのセンスがあると、でもまあ守備要員ではねいろんないい選手が控えてるから、いやー楽しみやな阪神な。またなんか船岡田さんな、またなんか一歩上位に行くのかなっていうふうに思わせるようなね。そう、そりゃそうよ、もう商業登録したからほやほよ、お前簡単に使えないぞお前。だからちょっと発音変えましょう、ほやほよとかに。こちらは